こんばんは。毎週火曜日22時から生放送でお送りしております NGC エイリアンウェア生放送のお時間でございます。お相手は私、電波組ミンク古川みりんです。よろしくお願いします。イエーイ、どうもどうも。あれ、背景が緑だな背景が緑だな。緑と赤になるとサンタなのか、うん、クリスマスカラーですね。そうなんですけども、はい、元は緑なんですよね、あれね、サンタってね。え、そうなんですか。途中から赤になったんでしょ、あれ。え、なんかコカ・コーラのあれでみたいな、おお、なんかそんなやつだった気がするんだけど違ったっけ。なんか企業の力が入ったわけですね。確かそんな気がしたけど。なるほど。そう、まあ、うん、わかんない。そんな噂話もありつつ、あ、江戸さんです。江戸さんです。はい、というわけで、まあ、はい、この枠はですね、まあ、エイリアンウェアプレゼンスみたいな感じでやっておりましてですね、みたいではないですね、まあ、プレゼンスでございます、はい、なんで、配信などを行っている機材のまずはご紹介させていただきたいと思います。こちら、はい、ザーイン、不可能も境界も知らないエイリアンウェア、オーロラー。オーロラー、今日のゲームもね、こちらを使ってやる感じですかね。やりますよ。はい、うん、お楽しみに。そしてお楽しみに。ゲーミングモニター、ゲーミングマウス、ゲーミングキーボードを各種取り揃えておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします。はい、この間の VR イベントで誰もこれを持っていくことができなかったというね。あ、全部守ってしまうという。あ、防衛成功したんですよ。防衛成功してしまったっていうのは、それはイベント的にどうなるのかなっていう気もするんですけども、まあまあ、まあ自分でね、はい、高いもんすからそうさげるもんじゃないということです。そりゃそうだな、はい、うん、はい、というわけで、まあ、先週に引き続き、まあ、今週もアンスもやろうかなと思ってはいたのですが、はい、事情ちょっとじゃあどういうことですか。はい、ですね、はい、まあ、先週の、まあ、ちょうど土日ぐらいの話なんですけども、はいはいはい、急遽ですね、うん、あのアンセム側のメッセージの中にですね、あ、まあ、メンテナンスの話が出まして、うんうん、サーバーメンテナンスを、うん、火曜日の日本時間で行くと21時から23時に行うという、うん、どんかぶりもかぶりで1時間ぐらいせめてずらしてくれよみたいな、うん、感じだったんですけども、まあ、それでですね、急遽、うん、今日は VR をなんか最近ね多いんですよ、はい、メンテが放送だったそうだったディビジョンもそうだったね。ディビジョンはね結構サクッと終わったんで、大丈夫です。あ、大丈夫だったんだ。今回でも本当にマジのもろかぶりで、これはもろかぶりですね、うん、もうね、やっぱ、うん、会社が海外の、ね、そう、ね、海外だとちょうど朝ぐらいらしいんですよ。だから日本のゴールデンタイムが向こうの、ね、メンテ時間という、うん、っていうので、はい、もうちょっとあのメンテのしょうがないメンテ運引きすぎみりんさんですけども書きましたよ、ツイッターに、はい、メンテや1個の2個私は何も気にしていないとそしたらマジで2個目があったっていうそうね、2個目来ると思うオンラインはしょうがない、はい、なんで、まあ、今日は VR やります。はい、で、うん、まあいろいろね、うん、あの VR だし突然とはいえ、まあタイトルはいっぱいあるから、はい、まあなんかまたね音ゲーだったりとか出てるんだけど、うん、と思ったんですけど、うん、今日はあのまあみんなでね参加できるやつの方がやっぱりいいのかなということで、はいはいはい、脱出ゲームをあれクリアできなくてすげえ悔しかったもんあれの違うステージを、なるほど、はい、またあれやっちゃうともうクリアして終わっちゃうから、そうね、そうそう、なので、一応違うステージがあと2ステージ実は残っていて、お、うん、今日はそのねなんかイリュージョンっていうね、あの宇宙船的なやつ、うんうん、難しいのかな、やります。何で上がってたら嫌だな。どうなんだろうね、まあ基本は、うん、どうしたの難易度は難易度上がってます。上がってんだ前回クリアできなかったのに難易度は上げたものじゃん。いやいや、でもこの間のでほらちょっと、まあまあ、あの人の動かし方は分かったじゃないですか。そうそう、司令塔でね、したらなんかもうちょっと、うんうん、ちょっとヒントが長いやつは拾ってもらってもいいですか。なんていうのこうなんじゃないみたいな。あなるほど、なるほどね、うん、了解了解。あまりにも詰まっちゃうとちょっと、うん、時間内にクリアできないと私がもうすごいモヤモヤした気持ちで帰ってちょうどね、確かにあのゲーム内の、はい、その時間制限がちょうど1時間なわけですよ、うん、なるほど。だから、まあ、まあ放送的に、まあ、若干ちょっとあの超えちゃうかもしれないですけど11時ね、それ一杯まででうまいことクリアできるようにやりたいなという。クリアしてる図を見せたいんや私は。そうね、なんで、うん、ちょ、うん、
ちょっとヒントくれちょっとでいいからヒントをくれ。そう、エドリードは今回ないですよ。エドリードないです。あのみんなだからコメントリードですから。オーケー、今回はね。じゃあコメントの皆さんもちょっとコメリードです。コメリードもよろしくお願いします。はい、なんでまあちょっと時間も時間なんでやっていきますかはい、いきましょう。お願いします。はい、じゃあセッティングするぜよ。まずはよいしょ、これね、出たこれ、はい、これ調べる、よいしょ、はい、よっこらしょ、出た。なんかピョ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 言ってんな。かぶっていただいて、これか、なんかやったな、うん、当たり前だけど閉めますね。なんちゃん使ったりくださいね。まだ大丈夫です。はい、まあ、大丈夫ですか。こんなもんで。あ、はい、このぐらいですね。はい、右腕出してください。はい、閉、はい、めますね。 左腕出してください。はい、閉めますね。はい、握ってください。はい、よく口ついてくださいね。まだ麻酔が切れてなくて水が出ますさて、はい、じゃあマッチングをまずはする感じですかね、これは。はい、言ってんだっけ。まずは左手の、タッチパッドの上のボタンを押してください。これや、それです。そうすると上に出ますので、そこじゃなかったですね、失礼しました。はい左の方を見てください、うん、はい、こちらから設定を押してください。うん、で招待をお願いします。はい。はい。そうすると今何人でしたっけ？全部。送れるだけ送っていただいて大丈夫です。送れるだけ。はい。うん。どっちやったっけ？こうか。なんか違うゲームやってる人も送った気がする。大丈夫です。大丈夫です。ふふっと入って。下どうやって行くんだか？行くん。あ、多分ね。掴んで動かすやつ、うん、ロケットリーグやってるよ、大丈夫か。ロケットリーグやってる人もいるし、テラリアやってる人もいるからね。ロケットリーグと、うん、ボブリーグやってんだ、うん、持ってんのか。あと一人かな、うん、じゃまず、うん、一旦招待ランダム、はい、もう、うん、やたらめったら読んだ。はい、なにザナさん、ハードディスク、おー、いきなり来たな。ハードディスクが行ったってどういうこと？わー、怖いよー。じゃあす。わー、ここがちょうどなんか脇ポイントだった可能性。これ出て、ちょうどね、移動すんだっけ。あ、すみません、一度部屋を作り直しても大丈夫ですか？はい、はい、うん、一回終了をしてください。終了で、はい、で、もう一回設定で、もう一回設定、はい、で、パブリックを一回押してください。はい、はい、そちらで OK、もう一度招待をお願いします。はい、なんな、もう一回招待みんな送るぜ。はい、すいません。もう、またババッと送っちゃって大丈夫です。あ、ごめん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 、どうした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 、オッケー。ハードディスク行ったザナさんが気になってしょうがない。はい、これでジョーさんだ。うん、あの、タッチパッド移動だっけ、どうやってんだっけ、あのポインター移動じゃなかったっけ。右手のタッチパッドを押すと、左手のタッチパッドを押す、ポインターが出るはずなんですが、ここで出ないのかな。ここは、うん、出ないか。あれ、でも移動はできた気がしたけどなジョーさんと2人しかいないのもう、うん、ペアかな二人結構大変だと思うよ。ペアかな、うん、あ、おいだ、あー、3人目、うん、あのね、うん、買ってる VR を持ってて、うん、このゲームを買ってるメンバーがある程度決まってるんで、まあ、ちょっと相当ハードル高いですよね。しかも直前での似たような人の名前かもしれませんけども、うん、お許しください。さすがにね、ミリンさんファンとはいえ VR 買っていない、いつも待機してますっていうのはなかなか厳しいハードルなので、うん、来るかな、うん、イリュージョンってこれか、薬のマークですね。そうです、はいはいはい、 OK。 あ、もう一人来た、これで4人かな、まあ、計4人さん、うん、もうちょっと読んどくかい、うん、これでも、また、うん、ザナさんは来てないのかな。ザナさんはハードディスクが行ってるんでダメですね。まあ一応、でも一応なんか
動しますけどね。あ、起動はできてんだ。それどういうことなの、うん、多分入ってなさそうな人に送りますね。そうね、うん、ドボンさん、ドボンさん初めて見る気がする。違うゲームやってるからな。違うゲームやってる人はやめてください。違うゲームやってるからな。うん、知ら、これ4人、これなあれ計何人いけるでしたっけ。結構多いっすよね。え、いや、6人でしょ、うん、あと2人来るかねと思うけどな。でも全員違うゲームやってたよ。これをやってる人が少なかった。うん、だったらちょうどさっき入った4人かな。多分1,2,3,4 がで、1人なんかあれだったんだよね。うん、で、あとはロケットリーグとかやってますね、うん、なるほどね。ザナさん気になりますけどね。ザナさんは多分ね、ダメだと思う。なるほど。あの、うん、多分今、いろいろなんか直したりしてる気がする。4人なら4人でもいいですけどね。そうですね、うん、行っちゃう。うん、時間もあれなんで、はい、行きましょう。じゃあ、はい、みんなよろしくね。4人だから、あの1人、2人分の働きをしてくれ。そう、8人だけどな、そうそう。じゃあ、イリュージョンでいいのかな。イリュージョンで、はい。これもう、これで自身の心に閉じ込められ、自身の夢に閉じ込められています。警備員は2時間離れているので、解毒剤をつけて、なんか怖そうです。この間も同じように怖そうだったじゃん。大丈夫ですよ。大丈夫か。うん。で、スタートで。怖くない？はい、まあな、ちょっと雰囲気怖そうにしてるだけで、大丈夫ですよ。ちょっともう不安な顔になってる気がするけど。不安ですよ、私は。まあほら、この間のやつも結局ほら死体安置所みたいなとこだったじゃん。確かに超怖かったっすよ。でしょ、だから大丈夫ですよ。うわぁ、いきなり、うん、怖い。うわ、意外とだ。あと君らが怖いんや。君らが怖い、そう、いきなりね、この人たちが出てくるのが怖いんだよね。で、移動はどうやってんだっけね。あれ、移動ってボタン、タッチパッドじゃない。じゃあ左右のサイドボタンかな。違う、サイドボタン、サイド、あの、横にボタンがあるの分かる。どこだ。ねえねえ、何や、キャーって言ってる。ごめん、こっちに聞こえてない。どれや、ん、なんかすげえ音するよ。移動99分制限ですけど大丈夫ですか。あれ、これ1時間半だな。じゃあったら1時間で終わらさなきゃいけないから、こっちでもう切るしかないわ。じゃあ1時間強制終了、強制終了だわ、うん、これどうやってやったっけ、どうって。あれ、右手グリップで移動で。グリップってどれだ。中指あたりにある。そう、横のボタン、横のボタン、わかんない。どれや、ここくしゃ、そうそう、あ、思い出した、ありがとうございます。なんかちゃうんだ。さあ、もうみんな、もう始まってるから、あれだよ、うん、遠慮なんかいらない、今回は全力を出そう。じゃあもうあれですね、みんなにへの指令は何か言ってあげてください。開いた、開いてる、先陣を切ってくれ、うん、大丈夫か？あ、なんかあった。なんかそう、物があったら、ある程度その数字とか書いてあったらさ、ガンガン言ってみる。結構みんな不安があってるけど。怖い。ジョーさんがなんか持ってんだよ、それ。なになになに、結構声がするの、なに。怖いってやってるみんな。怖い怖い怖い。なになに、なんつってる、先誰か行ってみて。うん、そうそうそう、大丈夫かどうか確認してきて、確認してきて。ダメだったらダメってやって。そうそう、これダメですって言ってさ、あ、それ見とこうか。患者カード2って書いてある。うん、なんだこれ。それ見て見て、ロバート・ジョンソン1日あたりの薬7個って書いてますね。あー、これ2ね。水って聞こえ、でも日本語版じゃなくね。ミートゥーなのかな。ミートゥーか、水であってます。水っつってんの。はい、日本語です。日本語なの。水って、水
水っつってる。水って言ってます、ね、怖い。まあいきなりいることはないと思うよ、多分閉じ込められてる音だと思うから。水持ってこいってことか。なんかこしょ、私もう今脱出ゲームじゃなくてホラーゲームやってる気分で。ちょっとね、水まあ、3人みんないるからまだほら、そう、まだ大丈夫、うん、オッケー、丸大丈夫、丸だったら丸ってやって、うん、丸ってやって、ダメだったらバツって何を判断して、それ丸とバツさん、どう、ジョーさんどう、いける、あ、見てる、ジョーさん、あ、こっち来い、こっち来いって、うん、水っつってんな、え、あ、なんか、うわぁ、え、どこ、ん、放送水っつってる、なんやねん、それ何、何、ボタンですね、ボタン、なんかどっか多分閉じ込められてんだよね、あ、そこ、ここ誰かがなんかピポピポ言ってる、水、あ、水って日本語だ、でも水をどっかから、ん、何これ、水、10、全然わからんすな、10、100、200、300って書いてある、これね、あの音がね、確かにね、意外と怖い、怖い、怖いんですよね、あの立体音響みたいな感じ、そう、VR だと、あの、まだヘッドホンをね、私もヘッドホンつけないスタイルですか、そうだよねつけちゃうと多分ダメなんで、うん、ミニさんが やられてしまうので、これ何、あ、これさっきのか、あ、オッケー、あ、おいでって言ってんな、おいでって言ってる、ドボンさん、あ、あれだ、タッチパッドじゃなくてキーパッド、でも数字が分かんないですね、まだ数字全く分かんないね、今んとこ全然ヒントがないじゃん、今見た限り、え、いやーって何が行われてるの、これはね、とりあえずミニさんは単独行動じゃなくて誰かと一緒にいた方が、怖いから、うん、怖いから、何が起きてもいいように、うん、そうそうそう、この赤いのがいないと私の精神が終わる、そうね、うん、視界に赤いのがいないとね、その温かみを感じてないと、うん、みんなここなんだよ、そうそうそう、ただ水っつって何がだろう、水をあげればいいみたいなことだと思うんだが、うん、そうすることによって水、我らの別に人間がこのマップに出ることになるけど大丈夫かな、それで出てくるのかな、持てる、あ、一応持てるんだ、持てるけどだよね、割とボーって投げれた、え、今んとこヒントが全然ないんだけど、難しいのか単純に、いや、私がまず一切探索に協力しないってのもあるんですけど、確かにみりんさん画面で数字のヒントっぽいものをほとんど見てないだから何かしら、そうね、こっちゃう、水、これは水、水2回言ったな、これがわかんない、考えてないでしょ、10、100、待って、水、考えよう、10、100、200、300、11、11?11? 水、それさ、ボタン押せんの、あ、押すことはできる、4桁作れってことか、うん、やっぱ4桁かな、5桁だったらさ1123とか、あ、違うか、ん ?11 違うな、ちょっと待って、あれ、1桁足んない、ちょっと待って、うん、10、100、うん、なんかこう、足し算、足し算なのか、ってわけでもないしね、299で、なんか誰かいなくない、あ、どっか入ったぞ、どっかの部屋、ちょっと、君はいて、4423って言ってる人がいる、入れてみよう、うん、開いたら開いたで怖いんだが、ブルブー、ゲームをちょい下げでもいいかもって、ちょっと多分水がうるさいんだよどん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 と、うんうんうん、なんかあったよ、あ、なんかあったよっつって、うん、薬か水か、え、水、水あったの、水、水、それ水、うん、それ何、薬かな、薬、見えねえな、こっちから見よう、ああ、そう、水、
にすげえ近づいてきたな。薬か、いやこれ水じゃない、これペットボトルだろ。ウォーターって書いてある。あ、水水水、私水渡しよう。私私あのいい言い方で見てるから、うん、もう怖いから、みりんさん渡して、渡して、それ渡してんのか、それ渡した、怖い。え、あれ水渡したんじゃないの、ついていきましょう。あ、あそこだって、ここ、うん、水、俺水っつったじゃん。え、なに、あ、鍵、鍵、水渡したから鍵もらったってこと、これかな、これかな、そういうことじゃない。じゃあで、向こう行ったぞ、向こう行ったぞ、向こうに鍵穴があるんで、多分初期部屋、うん、あ、そうだ、最初、あ、ここが開いてなかったのか。開いた、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 水開けて、開けて、いいとこだけ持っていく。うん、え、なんだ、16、160ティムフェスオフィス、スオフィス、それ看板関係ねえから、数字だな、これは160、これ4桁出るんじゃないか、これが4桁出そうだな。え、フラスコが逆さが2つある、なんだこれ、フラスコ逆さ、やべ、全然わかんねえ、今回た、多分ね、そこはあんま関係ない気がするけどな。160、何何、なんか分かった、ちょ、もう一回見てもらって、もう一回見てもらって、16、逆にするとか、逆にする、なるほど、そしたら全部逆でもいけるやつだもんね。89889091、その場合どういうことだ、91　86　86、あ、それ覚えとくよ。じゃあ86889091、え、4桁だな、でっていう感じなんだけど、うん、多分4桁が出そうな感じはあるけどな、これフラスコ、フラスコ、あ、もう一回、もう一回、そっちもあるのか、そっちも4桁か、数字だらけだな。あー、なるほどね、答え出たわ、マジか、うん、言ってもいいけど、どこの答えかは分かんないな、どこのそのキーのやつにいるやつかはちょっと分かんないな、うん、これがフラスコなのか、うん、だってここじゃない気がするんだよな、今一応入れてみようか、8789入れてもらっていい？あ、なんで暗くするの？誰で暗くするの？誰もいない、誰もいない、誰もいない状態を作らないでください、誰もいない状態を作らないでください、誰もいない状態を作らないでください、ミニさんが死んでしまいます、死んでしまいます、あ、痛い痛い、うん、やっぱここじゃない、これは多分そう、数字が書いてあるから別のとこのキーパッドを探しましょう。なるほど、8、どこだ、なんたらオフィスの数字だと思うんだよ、だからなんたら、そ、全部ね、結局いあのミニさんが怖くてね、この範囲しか進んでなくて、そこ、あ、そこ行けんじゃん、あ、それだ、それが8789、これオフィスでしょ、 OK、 うん、あれ違う？そもそも8の8、9はどうやって導き出された答えなんだ？ 8987は？あれ逆ってこと、それとも89 指が、違う、ダメですね、の逆？
8789を逆に読む987878あれ違う違いますね。なんかあんのかな。これもあるよ。これはちょっともうさっぱりだな。あ、9878じゃない8789あれ違う。あ、エプロン？どこ？なんどこ？どこ？どれ？どっちどっち？手挙げて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 。あれだ。あれです。何挙げたそれ？8789だった。あ、ここだったんだ。オフィスそっちじゃなくてこっちがやっぱ8789であったんだ。じゃあここが開いた。じゃあここ自分から入るとね、人がいない状態で入ることになっちゃうからね。うわ怖い。暗いわ。電気つけてもらうのに待とう。絶対電気つくから、絶対こういう時って電気つく。誰か電気、中の電気探して、中の電気探して。誰か、こんな暗いとこ入れないから。ミニさん、暗号が、電気を探してください。あ、そしたら何書いてあるのそれ。いきなり、ん、何それ、何プラスマイナスとか何書いてある。怖い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 。なんだこれ、なんなのガチャンガチャン言ってんの誰。怖い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 。え誰もいない。誰もいない。いや、あの、うん、必ず誰か近くにいるから。向こうに行って言ってるもしかして。すごい見てんな。向こう連れて行ってっつって、うん、ここ、うん、押してみろ。え、何を。いやいや、これは8789違うやつでしょ。今までのヒントの中でっていうか、さっきのだ、さっきのさっきのさっきの、なんて、かけるとか下に書いたんじゃん。おーい、下下下下、そう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 、え、あ、それを間に入れてくんだよ、さっきのやつに。わかる意味。え、下下下、これ下、そう、これをどこに、かける、足す、足す、マイナスね、かけ、足す、足す、マイナス、マイナス、そう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 、ってことは、うん、で、それをそれで合わせてみればいいんだよ。これか。うん。10×100 は？え？え？じゃあ計算機俺やるから、やるわ。うん。1000ですかね。10×100 ね。まずね。1000。それが次なんだった？足す足すマイナスマイナスから足すかな。足す。足すは？ちょ、見えない。200を足すのね。1200。で、300ね。1500。うん。で、マイナス？11って、待って、あ、来た、1489です。はい、1489いけ、よーい、来た。で、大丈夫で、相手すぐなんかボンみたいな、あれ、ほとんどない。いや、なんかあるじゃん、あれ、んなんかあるじゃん、見えねえ、なんかあった。何これ、電池違うの、何これ、バッテリー、ん、積み木、なんだこれ、ん、なんだこれ、なんだろう、なんだろうね、これ、え、わかんないっすねって。ジョーさん、これわかる？わかんない、わかんない、わからんって、うん、これなんだ。叫び声がする。え、これ普通になんだ、ここか、あ、そこか、あ、それか、そこの、あ、青とほら赤じゃん、じゃ足りないやつを、あ、入れた、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、やまなくていいけど、あ、それ取ったりできるの？いや、もう取れんな。入れただけ？あ、ここ？え？食べ物って言われたよ。食べ物くれって、あ、なんか呼んでる呼んでる、みんな呼んでる、みんな呼んでる。電気がついた！あ、これで電気ついたのか！やった！なるほどね。食べ物よこせって。食べ物探して、みんな。食べ物探して。なんだこれ。それはね、ヒーターです。ヒーター、デロンみたいなやつか。うん。食べ物。ファイルだね。結構何もないやつはいくらでもあるので。ちらかしてる。あ、なんかある。なんかある。あ、あ、何それ。ヒビア。ポールハーティガン。ハーティガンって。結果、ちょっとよくわからんな。裏側は？
まあ、書いてない。こんなにきあなんかいっぱい出てんじゃん。でもちょっとこれ何も書いてないな。これは食べ物。食べ物。小林っすね。ああ。開かない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 。どう見てもなんかあれですね。あ開く？開かない？それ鍵？あれとでも取ってたよそれ。まだ開かないですかね。食べ物って食べ物お前そんだけ元気ありゃなんとかなんだろう何したら今何したら今表に引き出しが大きかったんだそうね限界まで引き出しだよね、まあ、かもしれない、うん、さっき調べてたから誰か何か見つけたのちなみに見つけてないのみんなしょぼんでするよみんなここを今探し続けてるよねこういう時はこういうのまあまあね一旦ねえ、これさ4人でやってあまたなんか暗号みたいなのあるぞ。これでしょうね。うわ、これは視力検査かな。これはわかんねえぞ、なんだこれ。あ、でも200分の20、100分の20、70分の20。え？違うか、別に関係ないか、これ。これはなんかミスリードな気がするな。あ、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 取れる。取れない。あ、あ、あ、スイッチマン。あそこにもあった。違う。うん。うん。丸ついてる？丸ついてた今の。丸。俺ちょっとね見えてないからわかんない。今の視力検査あ。ん？これ。それなんか。これ前出れる私まだ。そこだったら大丈夫。それなんか。あ。それ。これをさ。うん。ああなるほどなるほどなるほど分かんないけどそこにはめるみたいなあできないあできないかそういうことじゃないかなんかそういうことじゃないかってくみたいなそういうことじゃないなんか患者者リストが増えてますねあ数字系がいっぱい出てきた、うん、うわこれは捨てちゃったこれは誕生日あの、さっきの、あれと、うん、これとそれがさ、丸ついてるってどういうこと3と5とあ、丸ついてるね3と5と E についてます、E つうか3、5、E? E? 3、ボニーストーンうん、E がわかんねえな3と5、リリー・ウィリアム E じゃないの、これ、多分なんなんだろうなあ、でもいいみたいな視力検査の右みたいなやつ、うん、それってさ、そこの数字のやつにはいいみたいなあれないんだよねいいはないかな、うん、多分あ、そのあれよ、ボックスよその、スイッチ押せるやつ、そうそうそうそこにいいはないんだよねいいはなさそうですけどね誰か分かってきてるあとはそのあ、なんかそこにいっぱいあんなあ、やべえ、今回難しいな。なんかあった？まあこれがもこれが、うん、俺もこれな気がするんだけど。とはいえちょっと情報が少ない。あ、うん、これね。うんうん、これ、うん？これでこれみんなでちょっといろいろ見てみようか。見てみよう、うん。そちらかなり重要になってます。これ？こっち？はい、これが重要？すべて。すべて。すべて。はい。これも？これも？書いてるあ、なんか書いてあるじゃん書いてんじゃんピントがあったら見えたなるほどそうそうそう、見るあれがあ、なんだあのさこれと照らし合わせていけばいいんじゃないそう、照らし合わせてこの名前の人これなんだブライアンなんたら違うななんて書いてあるバーソロミューフォランいない気がするけどねいない、うん、えぇ、でも、うん、このカード4枚でしょ、うん、確実にあれだよねそうだねしたらちょっとこれを、うん、それを本当に行くしかない、うん、1個持ってって一旦そう当てずっぽでいいからそれの4桁になるやつだよ見えない見えないなんとか見えない見えないうん誕生日なんてそんな暗証かな？サード、サード何？あ、待って。ん？
見えない。ピント合わないのか、うん、こっちはね、一応見えてはいるから。あ、あのピロン、あ、あ、合ってたらしい。何を入れたら合ってたの今。地球産地かな、そしたら、うん、多分誕生日の年かな、うん、なるほど。でもこれがことは限らん。当たったらパシャコン。食べ物あったよ。食べ物、食べ物あったよ。食べ物、みんな、みんな当ててって、みんな当ててって。あそこね、その人そこね、うん、でその人そこね、うんうんうん。いや、食べ物、食べ物、食べ物持った、食べ物持って、持ってさ、一緒に外行こうよ。こうで、あの、あ、与えるところをさ、ちょっと、あの、ちょっとカメラで押さえるから。そうそうそう、はいはいはい、ミニさん来るまで待ってね、ジョーさんね、うん、向こうか。ちょっと正面は嫌だで、あの、どうぞどうぞっていう風に。お、渡した。あ、なんかもらった、なんかもらったぞ。ん、ん、近寄られたか。ん、なに、あれ、カマだ。あ、またさっきのやつだ。ちょっと待って、かけ足す足すマイナスマイナスね、うん、42×30 わかんねえ。42×30 だから02が00 あ、もうこっち計算します。23が6 次なんすか、次なんすか。20、ちょっと、じゃあみんな4人分それやればいいんじゃないかも。20と20と、あと次何、12×6 1286だ。どこに、どこ、どこ、まあ、あ、あ、あそこの箱か、なんか入れてみるか、とりあえず箱か、そのなんだ、木の棚のところ、どっちかだよ。1286。でもこれあれだもんな、あの人のやつだから、なんかそんな、うん、7なんかあった。はい、あれ、あ、ん、7なんかあった、わかんねえ俺。あ、ひとまず打ってみよう。ハテナがあったの、ん、ハテナがあったの今俺。最後の答えとかハテナでしたね。最後の答えとかハテナだったの。うん、だからその数字を入れればいいと勝手に思っていたが、そういうわけではないのか。え、え、あ、なんか、お、お、お、何してんの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 、ジョーさん何してんの、ジョーさん何してんの、よしじゃねえよ積み木崩しジョーさんの作品を、ジョーさんの作品よ。あー、oh, no. 違う、そんなことやってる場合じゃないよ。我には時間が。さっきのやつ。何何？さっきのやつちょっとちゃんと見ないと分かんないわ。鍵なんかどっかあったな。鍵でか。どこだっけ？そこだ。あ、そこ映ってる。OK。うん。あー、いたいたいた。で？スイッチだね。何ですかこれ。押してみる？わかんねえ。どれ押す？あ、あ、全部青にする。ひとまず押してみる。え、何も起こんない。あれ、なんかさ、なんかスマホ持ってる人いない？え、スマホ？あれ、スマホ？スマホ。スマホじゃないそれ。物騒なやつ。そうなの出てきたな。それ飲み水さん案件のやつだからやめて。何それ。危ないよ。な。完全に肉立ち包丁じゃん。それはみりんさんの回のやつじゃないですね。とは今のボタンなんだ。あ、あ、そ、なんだ。まだもう一個あったね。うん。そうそうそう。開けたやつ、そうね。うん、なんだ。砂？ん？うん？あ、これさっきさ、もう一個入れるとこあったじゃん。あそこのさっき入れたじゃん。こっちか。うん。電池なんだね、それ多分、ね。怖いんですけど。うん、ちょっと誰か一緒に。誰か、あれなんか誰か来て、ミリーさん一人だと動けないんで。電池がもう一個ある。え、ね、あ、いっぱいあるな。あ、え、あと確か2個だか3個入れるとこがあったから、多分それだよ、それ。早く来て、誰か来て、護衛の人来て。アイテム持ちながら様子の結構、うん、シビアな操作が求められる。うん、そこだ。入る？あれ、違うんじゃない？あれ、入んないの？え、
こじゃない。ガシャ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 。キングスが。もう筋肉って激しい激しいレッスンの。なんか出てない。え？なんか出てる。あ、じゃそこからもらったんでしょ、さっき。あ、なんか出てんな。これさっき。あ、これさっきのやつだ。これをだから向こう持ってたから。4、2、3。あ、そうね。これが分かんなかったんだよな。ハテナが。電池いっぱいあんじゃん。電池いっぱいあんじゃん。なくす、なくすと、なくすと積む気がする。大丈夫？コロ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 、おむすびコロリンみたいになってますけど、コロコロ。どこ？入っちゃったよ。それ大丈夫なのかな？使うんじゃなければあれだけど。まあまあ、ひとまずいいや。うん。これ。うん。おむすびコロリン。これを解くか。それだな。待って、あ、あ、あ、なんて書いてある？ゼンフィルブライト。それ、眼薬6だから6ってことじゃない？ゼンフィルブライトいるぞ、ここに。え、いる？この2番がそうですね。え、これ、ゼンフィルブライト6、眼薬6、6。あ、分かった、ここに6を入れるってことかなと思ったんだけど。でもそれだとさ、あれ、桁足りる？なんか出てきた。うっ、ショットガン、シャッカン。何ショットガン、怖いんだけど。ナタとかショットガンとかさ。ああ、ちょっと計算してみるか。じゃあちょっとやってみようか。ハテナは多分2ですねっつってる人がいるんだけど、なんで？それはなんで？表の規則性を見ると分かる。表の規則性だって、はい、考えろ。うん、4321200026。なんか電気がついた。あ、規則性、あ、2？ あ、2って出た。これ何？2が出た。これ最初のやつよね。これ最初のやつだね。これ、これがハテナが2ってことか。どういうこと？規則性関係は、規則性の話じゃなくて、たまたま、うん、私今もうやばい。何？もう何にも考えないで、ま、机に手をこうやって置こうとしてた。VR だからね。危ない。あ、あるある、分かる分かる。 VR の世界と、うん、やばい。こうやってないかなって。ないんだよ、そこに。こうやってやろうとしたら、そうそう、テーブルはそこにないんです。あ、分かった、うん、分かったよって。お、分かった。あ、あ、ゲームクリアでーす。違うぞー、ジョー、違うぞー、ジョーさん、完全にお前特技ねえだろ。お前特技ねえだろ、人肉マン。すごいな。お、さっきから何やってんだよ。確かにちょっと面白い。違うんだよ、みんな。クリアする気ねえな、お前。4人でやってると思ったのに3人だな。あ、この法則性を探るんや。法則性ね。さっきのだったからさ、かけ、うん、足す、足す、うん、マイナス、マイナスじゃダメなのかな。さっきのやつはもう終わってんだよね。そうなのかい、うん、ここのヒントは何なの？じゃあ、あれかな、どこかにありました、ここのヒント。あ、今の数字のやつのヒントは、このやつはその紙だけでだけで判断できるんだって。ってことはやっぱ規則性があるんや。うん、ほんと、うん、上から順番に比べていくのは非常に良かったです。なるほど、はい、うんうんうん、シニが8、うん、30が0。なるほど。あ、待って、うん、4321、うん、2002、うん、ちょっと待ってね、今視聴者の
一番いいと思われるヒントを、見てみますわ。これを全部足してみたのよ、私は今。4足す3足す2足す1みたいな、そういうことみたいな。うん。じゃない気がする。あ、ね、どういうふうに減ってますか、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、マイナス12、マイナス10で、うん、30から20はマイナス10かな、うんうんうん、で20から20-10 なんだ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うん、違う、待って、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、うん、12から6は1、2、3、4、5、6、うん、飛び上がったな、飛び上がったな、ごめんね、飛び上がったねってことは、うん、あ、待って、どこまで行った、1、2、3、4、5、6で1、2、3、4、5、6で途中で6? 12-6 って6ですか、 12-6 は6ですねってことは、うん、2、2、2で、でそこに入るのが2だっていうのが分かったわけだよね。分かった、うん、で？で？ちょっと待って待って、うん、で？なんか 2ずつ減ってるみたいな、なんかそういうこと？そうですね、うん、よっしゃ、縦長2ですね、縦長2になったのは確かだね、うん、なんかあったっけね、この辺かね、みんななんかじゃあやっぱりそうだよね、そのあそこに2って書いてあったカードがあったじゃん、これを、そうそう、それね、うん、これはこういうことですよね、だから、あ、まあまあ、そうだ、これとこれ関係あるのか、それが誰って書いてあるの、それこれはロバート・ジョンソンと、ロバート・ジョンソン、ジェン・フィーみたいな人で、この人がここにロバート・ジョンソンがおるんかい、あ、違う、ロバート・ジョンソン、いたいたいた、いる、そしたら1933、うん、入れてみよう、うん、1933、スピューツなら、こっちだ、なるほど、これ19、え、なんか思ってたのに違う、俺もそちらボタンが違いますね、うん、違うね、ボタンが違いますね、はい、うん、したらそれもよく覚えておいてください、え、あ、はいはいもう一個なんだっけ、うん、うん、もう一個の方、うん、これだ、1929か、1929、さっき言っ、むずいね、おっしゃってるね、1、9、うん、違うかい、うん、ああそこのあれか、どっかあったよね、そこか、なんかまた新しいセリが増えてる、なんつってんの、パカパカパカみたいな、遠くだから分かんない、あ、これダメですっつってる、あそこはそうか、なるほどね、あとどこあったっけ、上下左右のやつあんじゃん、うん、これね、それさ、どうだな、ちょっと待って、それ1個ボタンを押すとどうなる、それ4、うん、うんうん、こっちは4なのか、うんうん、たぶん248、うん、あ、ロ
ボタンが8だよね、そこはね。で、そこが6ね。はいはいはい、はい、2468ってなってるってことだよね。したら、はい、右向いて視力検査、うん、丸で囲ってあるやつって、違う、6かな、じゃってこと、右に開いてますよ。違う、それは違う、なんかちょっと違いますけどね。でヒント一つ出すと、はい、視力検査はまだ解けないです。なるほど、視力検査まだ解けないんだ。はい、なんかいるけど大丈夫多分ね、並べてね、うーんってやってんだよ、うん、これね、2だってよ。そ、あれさ、それのやつってさ、2のやつってさ、結局出たんだっけ、答え。わかった出るわけではない。30足す？いくつだっけ？40、30なんだっけ？ん？あれ、それ違うのか？あ、2が出たけど違うのか？うん、あれは、うん、何の数字だっけ？うん、あれが2で、これが、うん、あ、待って、12みたいな、うん、ロバート・ジョンソンとジン・なんちゃらさんの番号が1と2みたいな、うん、関係ないか、1933じゃないんだもんね。1929、私も入れたよね、1933も1929も入れた。違うんだよな、1703ってこと、今度はそっちってことかな、うん、え、これ普通に難しいんだけど。あれ、おそらく、うん、まだちゃんと見てない部屋があるんじゃないかと。え、マジで、はい、みんな探索に行くぞい一回出てスッキリした方がいいかもしれない、うん、なるほど、うん、探索に行きましょう。ひとまずこっち暗いんだよな。え、行けんの。え、あ、いや、それは違うよね、うん、ゲーム的なあれだよね。この辺とは確かに、うん、そう、入れてない部屋があんのかっていう話だよね。あ、最初の部屋、そっか、なんか変わってるとこが あるかもしんないのか、うん、最初の部屋行ってみるかい、うんうんうん、あ、なになに、お、なんかだ、なんか出てるぞ、なんか出したぞ、うん、うん、なんかついていってみよう。なんか持ってたね。また違うカード持ってたんで、多分。どこから取った。うん。うん、わー、それはもう絶対あれに使うんでしょう。どこ。貸して。あー、なるほどね。それの場所カードだ。それじゃなくね。それ違う。さっきの。これ。それ。絶対それでしょ。当てはめカードだ、それ。やりたい。サンキュー、書いてありますね。で、どっちが、あ、そっちが正解か。で、当てはめると、あーあ、あ、なるほど、見えない、なるほど、影が影が邪魔で、なるほど、なんかもう打ってんな。順番も分かんなくない、これっつって。いや、あ、これはでももう分かったんじゃない、なんか電気が暗い、うん、押す順番ってことでしょ、うん、あ、うん、あ、うん、え、うん、え、これでいいの、単純に上から、上でしょあれって、うん、上、あれ、うん、上、うん、あ、上、
上が触りたい上が触った上、うん、上下下はい左でいいのかこれ左かんこれ左ちょっと左と下がさ同率になるから どっちをしたいんだ左と下じゃない左下あ、いたぞ。あ、わかった。やった。やった。お前何にもしてない。お前待った。いや、そのやったじゃねえのかお前は。解けたそっちか。受け切れて。そっちのかよ。そっちのかよ。また電池出てきたぞ。電池じゃなかった。電池入れるのかなと勝手に思って私は。これが出てきたね。あ、ええ銃とかじゃないかな。何これ。なんでこんなショットガンが出てくるの。ゾンビなんて殺しに行くのか。で、うん、銃が三丁、うん、これさ、弾ってこと。電池じゃなくて。弾なの。いやでも電池だよね、これ。どう考えてもね。なんで転がんのこの電池こんなに。え、あと何？あと開いてないの。あそこの金庫みたいなやつか。何それ？ライトかな。ライトだね。もうライトだね。ライトですね。え、なんか暗いとこあったっけ？え？あ、なんかそれで当てると見える場所があるんじゃない？よくあんじゃん。その紫外線当てると見えるみたいなやつ。違う。ここのさ、部屋の電気って消せないの？で、なんか、やばい、紫色だからそう、ブラックライトじゃないかなと思うんだけど。確かに。だから、電気消さなきゃいけないんじゃない？これ誰か持ってる？あ、持った。じゃあ、これで、うん、電気を消す、どこだ？消すわよ。それか、うん。そういうのじゃないのか。あれ？電気ってここ、はい、ここの電気ってどこでついたの？これ。この電気はあの赤と青の操作盤を。ああ、奥のやつか。それか。じゃあ全部消せばいいんじゃない？赤と青は、廊下にあったやつです。廊下にあったやつ。ああ、電池のやつか。電池みたいなやつ。なので外せないって言ってたやつ、うん。はいはいはい。じゃあダメなのか。え、したらどこ？ブラックライト使うとこどこ？ここ？そう。暗い部屋ってあったっけ？あ、いや、でもなんか出てる？なんか出てる？なんかいっぱい書いてあんな！なんかいっぱい書いてあんぞ。あ、書いてあんのこれ。あ、違うな。なんかここちょっと怪しいですね。なんか傷？いや、ただの、じゃあ引き違うか。どうみたいなやつか。うん。違うか。みんななんかもう、なんかここから何が出ても OK みたいになってるけど。打つ気じゃん。そういう感じじゃない。うんうん、向こう行ってみるか。そうだね。なんかさ、この辺とかさ、覗けない？自分が覗きたくはないからね。ダメ。ダメ。あ、え？なんか書いてある。何？え？あ、怖い。どこにどこに？なんかちょっとなんか書いてあるの分かってんだけど。あ、見るのが怖いってことね。うん、これでも見ないと画面的には。みんなで見てる。こっち来いよ、こっち来いよ。大丈夫だよ、こっち来いよ。こういうの覗くと大体バーンって出るからさ。でもみんな覗いてるから大丈夫じゃん。この本は…え？あ、見えねえな。もうちょっと近づかないと分かんないですね。この本は…え？なんとかを…明かりが、明かりが、うん、すげえ埋まっちゃってんじゃん。この本は何を追加？なんとかを追加しないと役に立ちません。何だ？え？え？この本はてな、はてなだね。あそこになんか読め、ただ角度的に読めないんじゃなくて意図的に読めないじゃなくて意図的に隠してあるんだと思うんだよ。あ、こちらなんですけど、うん、日本語だから読めない状態。なるほど、はい、ということは？どういうこと？英語だと読めるんですけど。なるほど。それはじゃあ、謎ではないんですね。謎ではない。謎ではないのか。本当だったら読めてんだけど、日本語になってて
フォント的になんか入ってないみたいな。この本を追加しないと役に立たないってこと？ただ本っていうキーワードは出てます。本は言ってたね。本、なんかあった？気になった本は ありましたか？本？バインダーな。気になった本。追加しないと。あった。あった。どれどれ？もう椅子が邪魔なんだが。ジョーさん、どの本？これ本じゃない？違うか。その辺の本ってこと？この本じゃない？違うか。うん。あ、なんか今本があったみたいに見えたが。うん。どの本だろう？違うのか。うん。まあ本なんだけど、どの本が正解かはちょっとわからんな。これ全部さ、バインダーだからさ、これ。あ1939って書いてあるよ。これ全部本なの？1939って書いてあるよ。チャプター1。チャプター1。1939書いてあるの、あったじゃん。第二次世界大戦が始まったとしてらしいですね。マジか。チャプター1でしょうか。あれじゃあ、あそこ。あそこ1939入れてみれば、右のそこ、その箱、箱、うん、8になっちゃう、1939、うん、違いますね。じゃあ外のあそこの扉、うん、本なんかさ、分かんないけどさ、うん、この本はあの折に投げ入ればいいんじゃないの。ああ、ちょっと気、なんか気にはなる。あれ？たまに消えるから分かんないね。怖いわ。なんか書いてあるやつって。なんかいろいろあるんじゃないの？うん。ちょっと使ったら閉める。大隊長さん、大隊長さんの役ないよね、俺。ジミリーなんちゃら、うん、意味ありげな本語でね。すげえ叫んでんな。チャプター1しか書いてないな。チャプター1がいっぱいあんな。ヒントください。その本っていうのが、うん、その1939で間違いないんですけど、その本っていうのが1939で間違いない、はい、それは間違いないんですけど、うん、それに何かを追加しなきゃいけないって書いてあった。その英訳が分かんなかったんだよね。そうなってるんですけど、うん、追加、19、英訳は結局何だったの。英訳ちょっと分かんないんです。分かんないんだ。まあ、なんかこの本に何 かやらないと役に立たないヒントだよってことだと思うんだが、っていうことなのか。そうですね。このチャプターの数字集めるか。1939、違う気がする。ブラックライトしたら浮かび上がるじゃん。1939年の人いないの、あれを見て。あ、で、そこに書いてある数字をなんか追加するみたいな。すいません、ちょっとそれ もらっていいですか。ああしゃがむのが大変。さっきの1939の人はいた気がしたんだけど、いないのか。あれ、いないの、その辺の。そう、追加できるもんってなんかある。数字を足すんだと思うんだけど、それに2を足すってこと？で、1941にするってこと？いないか。うん。それライトかな。私はもうライトが持てない手に。あそこ1941って入れてもらっていいですか？1941、どうだっけ？これか。それ。それか外の、あのオフィスみたいなところ。もう違う。ん？何か追加するもの？追加するっていうのは足すだと思うんだけど、数字を足すです。合ってると思うんだけど違うの。もうちょっとあの数分だけ足したら。なるほど。3でしょ？6、7、1,2,3,10,12。難しいな。もうチャプターない？外の扉はだから、あ、ほら、あっちのほら通路あったじゃん。あれに、これに1941。
押せないかも。え、押せないの？電気通ってないじゃん。あれ押せないのかこれ。あ、ほんとだ。なんか押せないかも。あ、押せないのか。ダメだね。なんか多分電気が、電池を入れるんじゃないどっかに。あ、そうだ、ヒント機能あったじゃん。タッチパ左のメニューボタンを押していただいて、ヒントヒント見ちゃう？うん。すっかり忘れてた、それ。それね、あの、ポインターで。あ、それでいけるか。うん。見えない見えない。暗室で懐中電灯を照らすと3を追加しなければこの本は役に立たないと書かれているように見えます。1939プラス3が金庫のか2じゃなくて3でした。3が書いてなかったから分かるわけがない。えなので1942が正解だ。これ無理じゃね。あれはあれ無理じゃん。あれ積んでない？大丈夫？あ、いや、これで会いたい。お前なんか手柄みたいになってっけどさ、お前出てきたぞすごいわジョーさん。お前遊んでただけだろ、さっきから。ゼロ？これで出た、うん、ゼロ3、うん、あと1枚やったら4桁いけるよ。0322だ。で、うん、患者リスト患者リスト持ってきて。うん、これヒント消さないとダメなんじゃない？これはそうだね。消えない？あれさっきこの間どうやって消したっけな？あれ？ん？であればおきっぱで。まあまあ最悪おきっぱで。で患者リストで多分なんか順番が出るはず、これ、うん。なるほどね。患者リスト。すごい。兄さんが。わあ燃えてきた。ここに来て燃えてきてんだけど、もう時間が割となんですけどね。やべえ、うん、ただこれさ、どういう順番にするかだよ。いや、モノグラムってこと？3番の人ってことなのかなと思ったんだよね。で3番の人が、2004年、違う、誕生日の早い順とかそういうことみたいなことだと思ったけど、違うのか。そこに数値って書いてある3とかあるのか。待って、これは難しいな。ジェフリー、わ、でも数字は出るんだけどどう並べていいか分かんないな。いろんな数字出るよ。でもこれ、うん、出るね。何をどうするんだ。4つの、患者のやつで、その患者のやつで患者リストがあって、で数字が患者の番号みたいなのってあったよね。あるあるある、確かね。それが3だから、どっちの、通常だったら上から押さない順になるはずなんだけど、うん、順番的には違うのかな。そういうわけじゃないね、うん、これ数字が出すぎて難しい。何を出せばいいんだ。え、待って、あ、分かったっつってる。雪坊主何聞いていくスタイル。まあね、雪坊主何、もう時間もないから、クリアしたいから。うん、クリア画面見たいんじゃ。でも1でしょ、だから患者リスト順に並べんじゃねって。ってなると、うん、上から順に、まあ、なんかたまにこのグレーアウトっぽくするのは何なんだ一体。そうしたらその裏の数字が上からっていうので順番なんじゃないって。ね、うん。よいしょ。こう。これは？ロビ。あ。あ、ちげ。こうか。こうで裏返す。合ってるこれ。あ、分かんない。あのこっちだとね、微妙にそうそう遠いかったりして。2203。2203。
どこに入れんの？扉かな？いや2203どこに入れんの？扉ってさ、で押せなくない？押せなかった、あれだし、バカ押せんのかな？押せんのか？いや、押せないよね。あれ？押すところがね、他にあるような気もするが。あれ？だってさっきさ、押してる音したよ。あ、向こうの奥か、そっちだ。そっち押してないんだ。あ、来た2203。いいよ、押して。あ、そこまでやって。ああ、来た。開いた。え、怖いんだ、ああいうの。なに何暗い。声の怖い、声の嫌だ。いや、だ、行くしかないから、もう行くしかないよ。もうみんながいるとこ行ったから逆に安全だから。え、超怖い。あ、ドクンドクン。なんか書いてあるな。無理ちょっと、みんな先行って。無理ゲー。なにこれ、なになんか、あと位置がおかしい。位置がおかしいです。一つのドアが忘却につながる。忘却うん、一つは自由につながる。え、左右どっちかってこと。考えれば答えは見つかります。どっちかが正解ってこと。もう時間もないから選ぶしかないけど、なんかさ、ドアに何か書いてあるとかないの。チュンチュンなってる。鳥の声がするすっごい鳥の声する、うん、こっちはライト、そう、ライトでさ、照らすとさ、そこに書いてあるとかなんかないの。あれ、書いてない。なさそうですね。え、こっちは水の音がする。水の音がするえ、水の音と鳥の声がどっちが正解かっていうのを今までのヒントの中にあったってことか。水しかわかんないな。どっち、うん、え、全然わかんねえ。あった、そんなの。いや、わかんないな。なんか考えろ、なんかあったっけ。水ってか、一個開いてないドアあるけど大丈夫かな。ああ、そうだね。そもそもなんか材料足りないような気もしてるけど、意味かな。考える答えは見つかります。ウォーター、トリバード、ここの、ヒントはね、多分まだ使えないと思うんだよな。あとヒントがヒントね、終了の下から2番目の終了を押すと多分いけるんじゃないかな。違うかな、うん、いや、ここちょっと怖くね。でもね、一番下が多分ゲームから出る終了だった気がすんだよな。あ、出た。あ、見ていいかな。いいよ、もういいよ、時間ないから。決めるのはあなたですが、気をつけてください。え、そういうのじゃないんだよ。もう決めるしかないよ。もう決めるしかない。分かった。二つじゃないんじゃない。答えは向こうだ。なるほど。でも、あそこボタンがなかった。ボタンが…戻れ。え、戻れ。あ、え、ここじゃないんで。ここ開くの。あそこが開いたから、ここ実は開くようになってるのかってこと。いや、なんか…うん、ありったけの武器を。なるほどね。そこでも押せないんだもんね。なんか入っちゃった。なんか入っちゃった、今。怖い。今武装していく。なんか入っちゃったけど。戻ってきた。なんかいろいろ出てる。それ、あの、それ上のボタン、そう。なんか電池を入れると思ったけど、違うのかな。電池は確かにね。あ、いいぞみんな。そうね、武器を持ってやれやれ、うん、どうやって使うんだこれ。わかんない。もしくはやっぱりこれ銃弾じゃんじゃないの。いや、でもプラスとかマイナス書いてあるから銃じゃないと思うんだよな。そうだよな。どこ使うとこあるかこれ。電池絶対使うんじゃないの今んとこ。
ここのヒントってあんの？ここはヒントなかった気がしますね。なかった。だってもうこれでしょ。私は分からなかったです。どっちかを選んだので合ってんの？どっちかを選びました。どっちかを選べってもう。うん、もうしょうがないから選ぼう。行くぞ。はい。分かんないよ。どっちもだって文字書いてあるんだけど、同じ文字しか書いてないでしょこれ。考えれば答えは見つかります、うん、考えれば答えは見つかります。でしょ。やっちゃえやっちゃえ、行くしかないよ。じゃあもうどっちがいいかで、もう鳥の声に行くか水の方に行くかどっちかだ。鳥でしょ。鳥か。じゃあ行こうか。もう行くしかないから。誰か先行ってじゃあ鳥に入ってください。はい、開けます。ドン、入った入った。いなくなった。これ入って怖いとかないよね見えないから分かんないな。さあ入った。もう行くしかない。ちょっと危ないから。ジョーさん、行くぞ。全ては頭の中にあります。え、怖い怖い怖い、なにこれ。あ、怖い怖い怖い。はブーブー。みんなパニック、みんなパニック、みんなパニック。どうすんのどうすんのこれ。そうだね、忘れた俺も。ねえ、ブーブー。カウントダウンしてる、カウントダウンしてる、カウントダウンしてるよ。か、上見て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 、カウントダウンいくつ。あと6分、6分か。チャンスがないよ。意味深。ナイス。6分、6分大丈夫でしょうか。6分大丈夫。え、そうだよね。もうむしろここが半分ぐらいなんじゃない？なんか、うん、だって宇宙って言ってたもん。うん。じゃあミリさん。え？終了。あ、待って。ミリさん終了です。え、待って、終了ってけど、終了ってけど。あ、25分に伸びた。なるほど。こっからやりたかったな。こっからやりたかったな。そこ行くまでが長かったな。こっからやりたかったな。なるほどね。こっから面白いんじゃないんだって。これは終わりです。あれか。しかもちょっと異世界からデバ包丁とか持ってきちゃった。包丁持ってきた。昨日いたとか。あった、ミリさん。来週。うん、アンセムがメンズだったらこの続きやろう。分かった、これやる。ありがとうみんな。はい、じゃあ皆さんに挨拶して、はい、みんな並んで、みんな並んで、あのジョーさんの横に並んで、ジョーさんの横に、あ、せっかくだから宇宙見た方がいいかな。だったら、ま、窓のところにみんな3人並んでください。はい、はい、じゃあなんかみんな最後ちゃんと挨拶して、はい、敬礼なの。敬礼ですねこれは。うん、はい。またじゃあ次回があればその時よろしく、ね、しくな。さようなら。バイバイ。ありがとう、応援してくれてありがとう。はい、はい、終了です。こっからじゃん。脱出ゲームってこっからなんじゃねえの？イリュージョン。あ、なるほどね。帰ってた。あ、ちょっとすごい。ちょっと顔は映さないでください。あ鼻がすごい跡ついちゃってるから、うん、あ、はい、寄らないでください。じゃあこれ、ね、よいしょ、はい、わ、久しぶり。戻ってきた。戻ってきたね、現実世界に。悪のなんか、うん、すごい跡がついてる。締めすぎたかな。ちょっと締めすぎたかもしれない。すごい後ついちゃってるから、まあなんとなくで、はい、というわけでこれで半分とかなんじゃないの。多分半分じゃねえかな。3分の1です。3分の1だ。あと一緒じゃ終わんないなこれ。今日一人、あれだからな、謎解きしてないやついたから。確かにね、うん、あれはしょうがないわ。実質3人でやってたからしょうがない。そうね、うん、はい、じゃあ今日はここまで。
わあ、すごい。ハートする。VR こういうさ、ボット系のやつやると本当おかしくなる。戻ってくるとちょっとあれだよね、頭がふわふわってなるよ。時空がおかしい。でしょ。いやー、ありがとうございました。面白かった。うん、私何もやってないけど。いや、十分やってましたよ。じゃあ、はい、はいはい、告知を。やってます、告知。はい。うん、そうなってくるとさ、うん、なんですか。ちょっとメンテでやってほしいと思ってたよね。この続きやりたいからね。そう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 。なってくるとね。なってくるとね、まあ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 。ちょっと来週ちょっとわかんないで、まだね。まあまあ。あの情報仕入れときますんで、うん、はい。気になっちゃう。もう座ってもいいですよ。もう疲れちゃったと思う。でもね、座るのも痛い。あ、なるほどね。立ってる方がいい。了解。じゃあちょっと満身創痍ですが、うん、告知をさせてください。はい。あさって3月21日は新木場スタジオにて開催される魔剣組フェスに出演します。電波組かメインステージ20、あさってか、うん。20時50分からライブ、その前の時間もカラオケタイムとか、同じギアステージから新世界の、新世界スイーニー、ユフィも出演しますので、ぜひ皆さんご来場ください。お願いします。お願いします。揺れてないやん。まあね。ちょっとふわふわしてる。次元がおかしい。あと、私、古川、冠番組スタートします。BS 日テレにて、古川みりんと古畑奈央のいにしえ乙女酒という飲み歩き番組を、なんとやります。やります。2な飲み方をね、学んでいこうという。うん、番組でございます。もう初回は取り終えております。結構ベロベロになりました。初回は4月3日毎週水曜日23時から放送となっております。ぜひ皆さん BS を見れる環境にして見ていただければと思います。よろしくお願いします。します。そして今週末の土曜日お昼から CS テレビ朝日の番組ただいまゲーム実況中春休みスペシャルに私フルカを出演します。します。ゲーム好き芸能人が集まって生放送でゲーム実況をお届け。この春おすすめのタイトルをプレイします。お楽しみに。なんでなんだろうね。選びました私。おお、なるほど。まあ、あとは、まあ、ミリンコサージ2杯エイペックスレジェンドのこと書いてます。あと、うん、ミリチューどっかでやります。以上です。よし、はい、すみません。じゃあ NGC からのお知らせでございます。はい、NGC、明日、最終回バイオハザード RE2 生放送、時間が変更になります。最終回、うんうん、クリアまでやりたいので裏クリア編だいぶ行ってます。そうなんです、はい、まだね多分1時間半でちょっと終わんないかなと思ったんで一応20時から開始です。はいはい。で、裏クレア編のクリアまでなんとか突っ走りたいと思います。書いてあって頑張れ。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、でこの後一応江戸ササイズというかなんかやります。なんか軽くやります。あの汗かかないやつやります。はいはい、以上です。はい、はい、以上でございます。はい、大丈夫です。はい、というわけでじゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。明日絵は見せられなかったんですが来週はどうなるかまたツイッターなので、うん、どうにかします。はい、では今日のハイライトで締めたいと思います。うん、ハイライト？ドミノ倒し？なんだろう、攻略に一切関係ないやつね。しかもドミノ倒しどうやってやんの？えない。じゃあ、うんうん、敬礼ぐらいじゃないかな。敬礼か、やっと数字か、水か。水にしよう、水。うん、食べ物で水。水か食べ物か。うん。OK。はい。じゃあ思い思いの。うん。では皆さん、また来週火曜日22時からお会いいたしましょう。ましょう。さようなら。せーの。水。そんなでした。いや、こんなでしたよ。そんなでした。英語っぽい水だったの。あ、なるほど。水。水。水。食べ物。水、please。水。水。水をください。ください。私はあなたのお友達。バイバイ。終わった。バイバイ。ないないそんなこと言ってするのフィクション。もしもしかしてもしかしない。